はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、榊龍也です。さあ本日なんですが、皆さん最強デッキを生み出してしまったかもしれません。スマイルワールドという最強スキルご存知でしょうか？スマイルワールドっていうね最強スキルがね実装になりましたんで、ちょっとですねこのスキルを悪用していこうと思うんですが、まずそもそもスマイルワールドっていうカードが何なのかっていうと、あのゆうやくんが、まあ、お父さんからもらったんだっけこれ、まあ、アーク5を象徴するカードで、このスマイルワールドっていうのは、お父さんがあの榊優勝が使う人をイラつかせる、ランキング第1位のめちゃくちゃうざいカードなんですよ。なんでかっていうと、フィールドの全てのモンスターの攻撃力がターン終了時まで、フィールドのモンスターの数が100ポイントアップするっていう、これ全部のフィールドのモンスターがあるんで、あの基本的に使う意味があんまりないっていう、あのみんなを笑顔にするためだけのカードみたいな感じのカードなんですよ。で、あのこれを使いこなせるキャラクターゆうやくんが新しいスキルを持ってきたんですけども、これよく読んでいくとですね、めちゃくちゃ強いこと書いてあるんですよ。デッキ外からそもそもスマイルワールド1枚を手札に加える、ただしこのスキルを使用した場合は次の相手ターン終了時まで自分が発動及び効果の発動が可能なカードはスマイル魔法トラップカードのみとなる。あのちなみにスマイル魔法トラップカードはあのこれしかありません。今リンクスに OCG にはあんのか、今リンクスではこれしかなかったです。でこのスキルはデューチューシドしか使用できない。これ要は例えば因果切断のコストにしたりとかね、天罰のコストにしたりとか、魔法カードを捨ててなんか風魔の順位打ったりとか、まあ、そういうことはできないわけですよ。効果が発動できないから。でもこれ注意していただきたいのは、発動しない効果だったら別に適用されるんですよ。例えばですね、今回最強デッキだって言ってるのはこれなんでかっていうと、天の岩戸っていうモンスター皆さんご存知ですか？これモンスター効果がスピリットモンスター以外の効果が発動できなくなるよっていう永続効果持ってるんですよ。丸一番これ昔ね、デュエルスタンバイとかのスキルを悪用してこいつをね立てて、でこいつが戻んないからなんかモンスター効果制圧できてめっちゃ強いみたいなねことが起きたりとかいろいろしたんですけれども、これねスマイルワールドでも似たようなことができます。岩戸を出してからスマイルワールドを使うと岩戸の手札に戻んないんですよ。だから相手効果発動できません、まあ、自分もですけどね。なんで今日はちなみにデッキ名岩戸スマイルっていうデッキ名めっちゃ気に入ってるんですけど、これなんか吉本の芸人みたいでしょ。岩戸スマイルっていう。で、なんか、これ何を意識したかっていうと、スキドレ聖眼っていうデッキ皆さんご存知ですか？スキルドレインっていう、カードがあって、で、そのカードが、なんかモンスター効果無効にするっていうトラップカードなんですよ。で、スキルドレインを張ってひたすら聖眼で殴っていくっていう、そういうデッキが、まあ、OCG にはあるんですけども、これ実質リンクス界のスキドレ聖眼です。実質リンクス界のスキドレ聖眼。まあ、ここを剣士のところを、まあ、伝説の白石とかにして調和の法則で分回していくっていう説もあるけどね。ちなみにね、まあ、伝説の白石入れてもいいと思う。サイクロンが、ね、ないとねちょっとバック踏んじゃうんで、一回バック除去してからその、まあ、スキルと岩戸出していきたいんですよ。なんでサイクロンにしましたけど、ここ普通に展開札にしてもまあ面白いかなとは、思います。で、あれ入れ忘れてんな、聖眼2体出るんで一応ねオルタナと聖眼2体出るんで、一応ツインバーストは、まあ、入れてもいいかなとは思いますけども、まあ、何抜くかって言われると、まあ、5を出さないからほとんど。なんで、まあ、5を抜いちゃってもいいかなと思いますね。先行流スターダストもいらねえよ。こうか。こんな感じじゃない？こんな感じでいいと思います。エクストラデッキは。あんまりシンクロしないですけどね。なんでかっていうと、岩戸で制圧していくだけなんで。はい。というわけで、岩戸スマイルっていう天才デッキをね、皆さんにもお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。これが今の俺にできる。出たエンタメミラー来た。俺は俺の信じるデュエルで、デュエルは人を楽しますデュエル。人を笑顔にするものだぜ。俺のこのデッキを使ってみんなを笑顔にしていくぜ。ご覧に入れましょう。モンスターを召喚。これで笑顔にするって言ってるのだいぶやばいんですけどね。おマジシャンズローブ、なるほど。ブラックマジシャンデッキ、あ、なるほど。あいつは効果で発動しますよね。あ、じゃあ分からせますね。分からせちゃいますね、これ。これ、岩戸先に着地したらもう、あいつ何もできない説ありますもんね。天の岩戸を召喚！お、楽しみはこれからだ。
スマイルワールドスキル発動、そしてスマイルワールドの効果を発動、スマイルワールドでみんなを笑顔に笑ってー、さあみんな笑ってだろ、笑顔になれるデュエルを、なお笑顔なのは俺だけ。さあお相手の方ハリバカ、デュエルは人を楽しませ、あのこのプレイマットかっこいいな、私のターン、バリアンのあれか、これマークか、これこれ何だ、これバリアンのマークかな、これかっこよくない、これこのプレイマット、ランチャップマジックになんかこんなようなランチャップマジックなかったっけ、ハーピーチャンネルはいいだろう。いやーほんとね、ちょ1個言わせていただきたいのは、このハーピー強いのはいいんですけど、ハーピーの狩り場っていうスキルもうやめない、あのスキルさ、伏せるデッキに対してさ、あまりにも強すぎると思うんだよね、あのスキルマジでやめない、あれなんでさ一つだけさハーピーの狩り場をさ、あのあらかじめフィールドに貼っておけるスキルなの、まあ、海とか山とかなら分かるけど、ハーピーの狩り場ってさバックワル効果ついてるからさ、その無条件で発動 しといたらダメじゃない、あのスキル絶対おかしいと思うんだよね、なんであのスキルが許されたのか意味が分かんないんだけど、なるほど、ちょっと怖えな、これは太鼓の白石、太鼓の白石召喚してもういいけど、まあ、ちょっとさすがにこれあれか、いやこれむずいな、言うてでも使っちゃえばいいか、太鼓の白石召喚して、で一応これ戻されても調和の放送できるんで、でこうしましょう、青木の剣士発動、太鼓の白石を墓地に送ってモンスターに変身させるっていう効果を使いたいぜ、魔法カードの効果を使ったところで戻ってくるから調和の放送できる、そしてイニシエのオッケーオッケー、で白木霊竜を召喚、白木霊竜の効果を発動、白木霊竜の効果によって相手のバックをしっかりと除外していく、インガセザンビーだろう、これでヒステリックサインで危ねえ、これでヒステリックサインはさすがにやらなかった、で白木霊竜の効果発動、これによってこれはブルーアイツホワイトドラゴンを特殊召喚今のところ全然なんか全くもって、あこれあれか、両方とも踏みに行けるか、これ両方とも踏みに行けるな、両方とも踏みに行けるな、あでも狡猾なのかもしれないのか、いやーでもこれ踏みに行った方がいいですね、これ狡猾だったらもう本当にサレンダーで、狡猾やったらもうサレンダーでいいです、ねえイニシエのルールの効果を発動、イニシエのルールの効果によって俺はもう一度白木霊竜を特殊召喚して相手のバックをひたすら踏みに行くぜ、いけ白木霊竜、おらー白木霊竜の効果発動、相手の魔法トラップカードを1枚選択しゲームから除外していく、いやっせーはい、よし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 、でこれで戻さ、どっちんと、まあ言うて戻さ、あま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 あ、それ戻されるのはしょうがないですね、あそっち、あえ、あそういうこと、それ戻しちゃう、あそう、それプレミでは普通に白木霊竜でぶん殴ればいいね、ありますね、これね、はい、はい、オッケー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 、耐えた、なんか耐えた、今のね多分ね聖杯、聖杯、聖杯を霊竜に打って霊竜戻すが一応正解だと思いますけど、これだってこれでさまた変身されちゃうじゃん白木霊竜に、これは多分プレミですよあなた、さ狩り場っていうパワー感、まあちょっと俺も言います、正直ちょっとゴリ押しすぎた感はあるけど、狩り場とかいうパワースキルに頼ってるからプレイングがザルなんじゃないですか、クジャクマイさん、その程度では私と同じですよ先にそっちなの、あそう先にそっち、はあなるほど、先そっちなんだ、一回ハーピー出してからバウンスじゃなくて、まあ、でもどっちにしてもあれだもんね、突破できないもんね、3000打点は、えこれもしかしてサンダースパークみたいなやつ、デッドリシーンよかった危ねえ、デッドリシーンは全然いいや、デッドリシーンは全く問題ない、えこれもしかしてハーピー SC2 枚目入ってない人、それはどうかな、これ2枚目入ってないな、さてはお前それはね2枚いないとダメなんだよ、弱すぎるなこいつ大丈夫か、ターンエンド弱すぎて草、弱すぎて草、
俺もめちゃくちゃ弱くてさ、俺もめちゃくちゃ弱い。チューナー引いてくれ頼む。こんなクソみたいな魔法カも引いてんじゃねえ。言うてさ、チューナー1枚からやばいことできるか。やばいのは、パフューマーか、パフューマーがドローが1枚目か。パフューマードロー、あ、オラクルはいい、オラクルはまあいいや。パフューマードローしてパフューマー召喚から、万華鏡サーチからの、ワンキルルートが一番マジで何もできなかったですけど、普通に大丈夫でしたね。これだったら危ねえ。相手も弱いけど俺の方が弱かったってやつですね。これは相手の方が弱いムーブと見せかけて実は俺の方が弱かったっていうやつですね。言うてでもさ、もうさ、もう遅いと思うんだよね。これランク4でなんか解決できるカード入ってたっけ。ないよな今。今多分ないと思うんだよね、ここに4000をパンチできるんで。あー、なるほどね、それしかないと。あー、来たね。来ましたね、最強モンスター来ましたね。行きましょうか、天の岩戸召喚。そしてスキル発動スマイルワールド、みんなに笑顔を、みんなが笑顔になれる魔法をかけましょう、かけましょう。ちなみに発動する意味はない、全部あるから。いけ、これで相手のモンスターの効果すべて無効。そして天の岩戸がバウンスする効果も発動できないため、俺の天の岩戸は手札には戻らない。つまりお前はもうすでにモンスターの効果を発動することはできない。最強強人無敵最強、これが岩戸スマイルデッキ。ちなみにデッキ名の岩戸スマイルっていうデッキ名めちゃくちゃ気に入ってます。なんかちょっと吉本の芸人っぽい。いくらでもいいですよ。はいはい、どうぞどうぞ。岩戸殴るくらいしかできないでしょ。 SC、SB、はい、SB ですよ。ハーピーレディスクラッチクラッシュが打点3500とかあるんだったら別なんですけど、2600しかないクソラファンで全く問題はありません。全く問題はない。はいはい、まあ、岩戸やられちゃった。岩戸やられるかもしれない。どう、岩戸、岩戸来た。俺少しは父さんに近づけたか な。行きましょう。期待に応えるのがエンタ、僕が相手になって、ユギさん、エンタメデュエルを見せて差し上げますよ。エンターテイメント、これがエンターテイメントっていうデュエルをね、ご覧に入れますよ。お、岩、やばい、これ岩飛ぶじゃね。モンスター効果、嘘嘘、マジやばい、さっきに岩飛ばされた、まずい、やばい。さっきに岩飛出されるのは聞いてねえよ、やばすぎる、やばいよ。太鼓の白石の効果使えない、まずい、やばいやばい。イニシエのルール、あ、イニシエのルール、これこれイニシエのルール、これあれだな、イニシエのルールだ、これ出したら意外とワンチャンあんの、これこれワンチャンスあんの、これ3000でぶん殴れたらいけるぞ。一応太鼓使うか、進行するでもあるか。まあでも言うてこれでもう一回ちょっとドロー加速した方がいいな。はいはい、あ、なるほどね、まあいいや、ちょっと発動する必要性はないな。バトルフェーズ、バトルフェーズ入ろう。これ殴れる、これ殴れたら神ゲーなんだけど、殴れたら神ゲー、やった。あ、え、あ、そういうことなの、マジ。あー、なんかその戦闘型さんとか、なるほどなるほど、やばい、ちょっとやばい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 、ちょっとやめて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 、なんだこのゲーム、謎のゲーム始まった。お互いに岩ととりあえず出すゲーム、うわー、うぜえ、やたの鏡うぜえ。でも3000打点つえ、3000打点つえ、相手のよし。でもさっきあれ、あの札が防御、強っ、あの札が防御札だったら使ってると思うんですよね、これ絶対。でこれ効果使えないんですけど、シンプルに2500打点なんで。みんなに笑顔を、みんなが笑顔になれる魔法をかけましょう、みんなに笑顔を、スマイルワールド発動、いけブルーライズ、敵を蹴散らせ、うわードラー、いけ白キレイリュー、うわーオラー、よし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 、これはでけえ、俺はでけえ、相手もなんもいけないだろこれ。
来たか、これ回答あんのかい、これ岩戸デッキで回答あんのラウナ。まあスキドレ聖眼ですからね、実質絆の力。あ、大丈夫か、足りるのか、残念でしたね。どのカードなんですか、あの不正カードが怖いですね。岩戸来ましたね、岩戸召喚しましょう、岩戸召喚していこう。これでバトルフェイスだ、いけ、一応ブルーアイツか、いけブルーアイツ、よーし、ほらー黙れいや勝てるんかーい。